はい、どうもバッドガイチャンネルでーす。お久しぶりです。すいません、ちょっとねいろいろあって2ヶ月近く YouTube 更新してなかったんでね、もうちょっとYouTube の担当とちょっといろいろあって喧嘩しました。で、今日はカメラ回してくれてるのは YouTube チームの唯一の女の子、リーちゃん。お願いします。お久しぶりです。斉藤は今日斉藤来ない。斉藤さんまだ怒ってます。はい、いい加減にいい加減に機嫌直せって言ってください。伝えておきますね。お願いします。本当に別にリーちゃんが嫌だとかじゃないんだけど、はい、正直リーちゃんより斉藤の方がやっぱちょっと上手いんで。そうですよね、言葉回すのが。すいません、すいません、お願いします。今日はね、チートで、僕ね、試合前なんで、試合今もう3週間前かなんで、今日は今回の試合はいつもより早めに減量を始めてます。なので今日は、減量最初のチートデーなんですけど、僕はもう皆さん YouTube 見てくれてる皆さんなら分かってると思うんですけど、必ずチートデー食べるところはここ。はい、ここ1、カレー大好きなんでね、必ず毎回チートデーはカレーを食べます。僕のルーティーンです。なのでまず1食目チートデーカレー行きたいと思います。行きましょう。ああ、お腹すいた。何でですか。豚しゃぶカレーを玉ねぎ抜きで。玉ねぎ抜きでルー、追加ソースです。追加ソースで。これ豚しゃぶも多くないですか。ルーだけ。ルーだけ。豚しゃぶもトッピングができないんですか。豚しゃぶトッピングできます。あ、追加でソース、トッピングで。ライスはそのままで。玉ねぎ抜きです。はい、お願いします。はい。ご飯量と辛さ普通で。辛さは普通で、ご飯量も普通で大丈夫です。はい。何頼む？うちハンバーグカレーで。ハンバーグカレー。ハンバーグカレー。はい、あ、すみません、ほうれん草追加でお願いします。ほうれん草。はい。こちらもご飯量辛さ普通でよろしいですか？あ、全部普通で大丈夫です。はい。野菜が食べれないので。何も食べれないんですか。まあ、どっちかほぼ食べれない。だから隣の人がそのほうれん草食べてるのでどっちかに向かって。今日のチートデイのお金全部サイトに領収書あっててね。あ、わかりました。いや、わかんないです。怒って領収書出さないかもしれない。わかったすぐ。来ました、本日のチートデイ1食目。豚しゃぶカレー。気になったんですけど、なんで席移動したんですか。こっちから席移動したのは、隣のお客さんが食べ方汚かったから。なんかもう嫌だ。あ、汚い。なんかね、食べ方汚い人は隣で食べたからだからです。絶対言わないでください、そんなの。あ、これ紙エプロンかい。あ、大丈夫です。ごめんなさい、ありました。あ、新しい服だから今日。初おろしの服なんで、カレーかかってないだろ。じゃあ食べたいと思います。一食目食べたいと思います。はい、チートデイ一食目。
最高。てか、やだマジ幸せ。てか、やっぱ斎藤と違って下手だね。いろいろ質問とかないの？いや、ごめんなさい、あんまり動画的に喋った方がいいのかもしれないんですけど、大沢さんのこと自体あんまり知らないんで。本当に、なんなら俺とも3回ぐらい、3回目、2回目、3回目くらい、2回、3回、4回目じゃない、そのくらいです。いい度でになれる。ちょっとバクバク食べていきます。はい、どうですか久々のカレーは。最高。チートデイでね、てか減量、減量してたから胃がめっちゃちっちゃくなってるから、めっちゃもう腹いっぱい。へえ。私減量とかしたことないんで分かんないんですけど。減量した方がいいっすよ。した方がいいっすか。別に出るとは言ってないですけど、はい、結構福岡なんで、体が福岡言われますよね。言われますね。優しいですね、福岡って言い方は。俺女子にあんまそういうこと言わないじゃん、男って。はい。結構なんか思ったこと言っちゃうからさ。そうですね、この3回会ってるだけでもそれは感じてます。結構デブじゃない。はい、結構デブじゃない。別に言い直さなくていいですよ。何と思った。じゃあラスト一口。はい。フミヤ。それ何ですか。これは本当は蒙古タンメン食べようとしたんですけど、はい、なんか新しいやつ見たんでちょっとうまそうだったんでこっちにしました。何ですかそれ。分かんない。カラダルマ。カラダルマ、はい、初めて見ました。私そうですね。ラーメンです。ラーメン。あ、めっちゃ細め。ほら黄色、めっちゃ細麺じゃないですか。あ、白い麺なんですね。細麺って書いてある。細かため。しかも60秒だ。チートデー2食目はカップラーメンですか。食べたいもの食べるの。もう言うな。カロリーとかあんまり気にせずって感じですか。カロリーめっちゃ取りたい。あ、1分経ちました。はい、1分経ちました。白い麺。やべ、車の中で食べるとさ、車臭くなるじゃないですか。で結構それ匂いきつくないですか。いや多分これやばいと思う。必殺のファブリーズだわ。うわ辛そう。結構匂いきついですねそれ。やばい。でもう肩がきつくないですか。豚骨の匂いする。本当ですか。てかさっきは気づいてます。何ですか。みーちゃん結構意外と僕にタメ口使います。いや全然いいんだけど、全然いいんだけど、全然いいんだけどね、全然いいんだけどね、全然いいんだよ、全然いいんだよ、全然いいんだけど、ふと気になっただけ。あー、すいません。いやいや、全然いいんだよ、嫌とかじゃなくて。結構た、なんか意外に食べ事だなと思って。あー、すいません。慣れてきちゃったんですかね、勝手に。うん。悪くはないかな。黄色い麺のカップラーメン食べたことないです。最悪。大丈夫。いただきます。はい。悪くない、全然悪くないです。辛いですか。全然辛くない。蒙古タンメンとどっち美味しいですか。蒙古タンメンの方が美味しいですね。とりあえずこれ完食させていただきます。はい。あれ服脱ぎました。脱ぎました。かかっちゃうんで、やっぱさっきのラーメン、はい、食べ終わったんですけど、はい、次2杯目蒙古タンメン。2杯目行くんですか。いや、やっぱり蒙古タンメンの方が美味しいんで。それでも絶対そうでしょ。いや鉄板ですよね蒙古タンメンは。これは袋捨てなきゃ。これ下履いてます。下履いてます。ズボン。あ、OK です。下の白いズボンなんで、ほら、ああ蒙古タンメンかかっちゃったら嫌じゃないですか。こぼしそうですもんね。
僕食べ方汚いんですよ、めっちゃてかマジで斉藤、いや早く仲直りしてください、ね、私来なきゃいけないんで、いやなんか気まずい、いや仲直りとかも謝ったんだけどね、早く仲直りして2人で撮影してください、やべ、あいつもいい加減ね、早く許せよ、いや何したかまでは聞いてないんで私はねえ、そうなんですよ、うわ上からそう、おしぼりないんだ、あれあるじゃないですか、ないや、蒙古タンメン、久々の蒙古タンメン、くぅ、あ、おいしそう、痩せたっすかってか、体に関しては分かんないですけど、そうっすよね、すいません、分かんないです、顔は痩せましたよね、久々に会ってね、はい、で、それだと面白い顔とかも、前回お会いした時多分ちょっとびっくりしてたいんで、はい、行ったことないです、そうだそうだ、 YouTube チームで俺の試合来ないの君とあと男、あと他の2人ぐらいですよそうっすね、いやあんまり得意じゃないんで、いただきます、はい、2杯目のカップラーメン蒙古タンメンいただきます、はい、うまい、辛ラーメンも食いてえな、3杯目食べるんですか、いやでもカップラーメン2杯までにしとく、あ、OK です、うまい、いやもう鉄板ですよね蒙古タンメンって、私に飛んでないですか、大丈夫ですか、うん、服脱いでよかったあとでセブンでおしぼりもらいましょう、はい、最高、美味しそう、つゆがちょっと少なく入れちゃうんですよ僕いつも、あ、濃い派ですか、 味濃くしたいから、うめぇチートデイ最高食べ終わりました？ごちそうさまでした。まあ一応なんか気休めでクロウロン茶。めっちゃ気休めですね。気休め。次は何か食べるんですか？今カレーライス、牛しゃぶカレー。はい。ちょっと待って。フラックスじゃねえこれ。牛しゃぶカレー、カップラーメン2つ、カップラーメン。次何食べようか。今で2000キロカロリーぐらい取ってます？うん。でもスープとかも飲み干してないからね。ああ。ああ、何食べようかな。まあちょっと適当にぼちぼち。あ、お菓子食べます。お菓子。OK です。お菓子は絶対食べます。はい。次はどこに来たんですか？クワアイナ。4食目ですか？カレーライス、カップラーメン、クワアイナ。おお。それ玉ねぎどうしたんですか？抜いた本当にダメなんですね、できてYouTube 続けたいんですけど、右隣にちょっと名前は伏せるんですけど、めっちゃ有名なボクサーがいるんで、ちょっとやめときます、なんか後で、あ、もうラストスパートですか、お腹いっぱいすぎる味変できちゃった、結構大きいですもんね、それ大きすぎでもまだまだん、今で7時くらいなんで、今日まだまだあれですか、あとチャーハン食おうかな、チャーハン、もうだいたい4000キロカロリーぐらいですね、多分夜ご飯含めたら、カップラーメン、あ、じゃあカレーライス、カップラーメン、ハンバーガーでしょ、これどれぐらいだろう、カレー
と途中からお菓子取ってないけどお菓子も食べてた。2900、3000いくくらいじゃないですか今で。え、いや多分カレーで多分900キロカロリーくらい、じゃあ1000キロカロリーくらいある。まあ何でもいいけどいっぱい食べてますよ。会った時より顔くらいしてきました。あ、でも言われたらしてるかも、ね、そりゃそうだ。多分最初の動画の時と見比べたら分かりやすいと思います今。お疲れ様です。いいっす。5食目ですか。もう今回の本日のラスト食ですね。ラスト食ですか。もっともっと食いたかったんですけど、はい、ちょっと胃が全然ちょっとついてこなかったです。まあ、つっても結構食ってるけどね。結構食べてますよね。最後はちょっとなんか普通な日高屋で、はい、チャーハンと餃子だけ最後食べて終わりにしようかなみたいな感じですね。わかりました。ちょっと一口いってきます。はい、あれ全然美味しくない。え、いや今日味濃いものばっかり食べたから味しないんじゃないですか。いや、ただあれ、なんだこれ、なんだか出したあの作って数分置いた感じの分かる冷たさ。あ、これ待ってたんですか。こっち待ってたんですかね、もしかして。あの人ですね、はい、どうした、全然あったかくないじゃないは。絶対作って、絶対昨日置いてあったこれ。そんなにヒヤヒヤ。いや、もう今日は食べます。はい、お願いします。いただきます。はい、よし。さっき日高屋で最後チャーハンと餃子か食べたんですけど、最後食べてる最中の動画だけ撮るの、最後食べてる動画撮るの忘れちゃってそのまま家帰ってきちゃいました。でもさっきYouTube のYouTube メンバーのリーちゃんも帰ってしまったので、今は家で一人でいます。今日はね、まず一個一個ゆっくり言うと、まあ、撮ってないやつもあるんで撮り忘れてたのもあるんですけど、全部で食べたのはまず豚しゃぶカレー大盛り、あ、大盛りじゃねえか、ルーだけ大盛りだ、間違えた。豚しゃぶカレールー大盛り、カップラーメン、なんだっけな、辛いカップラーメン一つ、あと蒙古タンメンのカップラーメンと、クワイナハンバーガーと、ラストにチャーハンと餃子、この5個なんですけど、まあその間にもね食べてたのがお菓子だったり、アイス、そう、ソフトクリームのアイスクリームだったり、あとコンビニのおにぎり、うん、おにぎりだったり、いろいろ食べてましたね。でもなんか案外思ったより体重が増えてなかったっすね。まあ今日ちょっと半身浴、いつも日曜日起きてから半身浴するんですけど、疲れがやばいんで、ちょっとお腹がやばい。とりあえず。とりあえず今日は半身浴するんですけど、半身浴出て、まあ水が抜けてたんで、結構落ちたな。まあいいや、それはどうでもいいんだけど、とりあえず3、4キロ増えました、体重が今。3、4キロ増えたですね、はい。3、4キロ増えたんですけども、うん、まあ、多分寝たら結構1キロぐらい痩せてそうだからな。そうっすね。もっと本当は、もうちょっと本当食べたかったんですけど、ちょっとやめときます、今回は。これにて、やめとこうかな。怖いんでね。はい。まあ、てな感じで、今回の、チートデイは、ちょっと、今回のつか、今回もかな、ちょっと失敗気味かもしれない。思ったより食べられなかったっすね。気持ち悪かった。まあ、しょうがないっすね。これでちょっと明日からまた頑張りたいと思います。おっす、よろしくお願いします。ボーン。'Cause I've been living life right like I could just die